次は僕らの明日という曲を歌いたいと思います。心のどっかでやりたいことは決まってた。ただこの口が邪魔をして言えなかった。糸で縫ってるみたいにひっついたまま。だから窓際の机の上のカッターを取った。カレンダーを見るのがすごく嫌いだ。一も二も全部死にたくなる日だってわかってるから、生きていることを探してみたんだよ。叶わぬ思いだとわかってるなら削るよ。生きていることを見つめてみたんだよ。そしたら僕は夢でまたことは決まってた。知らぬ間に作り上げられたスケジュール帳。青く光る炎の中へ投げてやろう。だから小さくて黒いあいつのライターを取った。この先の未来に希望僕らの明日という曲でした。